中3英語ですね。昨日に引き続きまして、期末対策ってことでね、ちょっと教科書の中から拾ってみましたということになります。前回、昨日は、受け身、受動態で、倍以外のね、前置詞を使うなんていうようなのがね、出てきたりね、なんていうところであったんですよね。で、あとは、第五文型とか、まとめ的なところなのでね、いろんなものが出てきてたところではございました。そして、今日は、また受け身、受動態ではあるんですが、ちょっと複雑です。助動詞と絡んだ受け身、受動態というものがね、まずの話題ということで4つほどあるわけなんですね。助動詞の絡んだ受け身。助動詞というのは例えば can とか will とかね、助動詞ですね。で、受け身っていうのは前回昨日もやりました be 動詞に過去分詞。で、よく by なんたらとか続いたりするけど、be 動詞に過去分詞とつながれば、もうこれは受動態受け身なわけですわね。はい。だもんで、助動詞と受け身がくっついた。そんな表現ですね。はい。ということで、私たちの友情は決して壊されることはありません。ね。だから、あまりこの受動態っぽいね、日本語はついてはないところもあるんだけれども、一応受動態で表現していこうということになるわけですね。はい。私たちの友情は決して壊されることはありません。はい。our friendship ということで、私たちの友情。はい。で、ここで can。はい。出ましたね。はい。助動詞ですね。で、決してなんていうことで never。ね。なんていうのが入ってますけれどもね。はい。だから、はい。受動態受け身で表現していくわけですから、be 動詞に過去分詞。be 動詞に過去分詞。そして、はい。助動詞の後っていうのは、動詞原形で使うんですよね。そう。だから、be 動詞に過去分詞の受動態受け身も、はい、be 動詞を原形で使っていくわけだ。はい、ですから、ここ、be と持ってきた。はい、そして、その後が壊されることはありません。はい、ですので、壊れるということでね、break という言葉の、はい、過去分詞で、broken なんていう風に使ってあげる。Our friendship can never be broken. で、これでね、私たちの友情は決して壊されることはありません。なんちゅう調子で、はい、助動詞、そして be なんちゃら、be 過去分詞、はい、この形だよっていうことですね。はい、私の部屋から富士山が見えます。富士山が、だから私の部屋から見ることができるというようなことになるわけなんでしょうね。はい、ですので、はい、ここではだからやはり、助動詞。見えます。見ることができるということですから、can。はい、そして受け身、受動態ですから、be 動詞に過去分詞。be 動詞は原形ですから、be。はい、そして、見えるということでね、はい、see を使ってあげるか、はい、see so seen。ね、なんていうことで、from my room。はい、こんな具合でいいのかな、ということになるわけですね。はい、その歌詞は皆に愛されるでしょう。はい、でしょうで will 助動詞使ってるんですね。はい、だからやっぱり be 動詞に過去分詞、そして by 何々の形になりそうですね。そう、だからやはり will の後、助動詞の後、動詞、be 動詞は原形で。はい、そして愛する、ね、love ですよね。はい、ですからそいつの過去分詞、loved by everyone。はい、こんな具合かね。この自転車は弓によって買われるでしょう。やはりここでしょう同じですね。ですからやっぱり will と使ってあげましょうか。はい、そして動詞は原形 be。はい、そして買うは by の過去分詞 by boat boat でしたよね。はい、過去形と同じ形ではありますが boat by 弓でなっていうことで、この自転車は弓によって買われるでしょう。ね、なんていうことでございました。ただただの受動態受け身よりちょっと複雑になりましたらね、助動詞も絡んできた。ただ、助動詞の後は動詞原形ですから、これ全部ね、なんとか B なんちゃらね、良さそうですね、ということでした。はい、それから今度はね、重要表現ということで、少し連語っぺえもんだね。はい、こいつを覚えましょう、ということです。ビニール袋を使う代わりに自分のカバンを使いましょう。ビニール袋を使う代わりに自分のカバンを使いましょう。はい、using plastic bags ね。ですから、ここで、プラスチックバッグ、つまりビニール袋を使うという意味が出てます。はい、ですので、使う、はい、代わりにというところだろうね。で、カンマイカ、let's use our bags ね。自分のカバンを使いましょうとなっています。はい、だから、何々の代わりにだ。そう、どういう表現使うこれね、2語なんですよね、2語。ね、はい。
instead ね。of と。ね、instead of ですね。はい、ということで、instead of ね、これでね、何々の代わりにという意味があるんです。はい、だからプラスチックバッグのビニール袋を使う。はい、代わりに、let's use our bags ね、自分のね、カバン使いましょうね、ということですね。それ以来ずっと、私は彼女に会っていません。はい。I have not seen her. で、まあ、現在完了を使いつつ、彼女に会っていないと。ね。はい。ですから、まあ、やはり、それ以来ずっと。ここかな？それ以来ずっと。なんだろうね。はい。ever since。なかなかあんまり見かけてないですね。今までね。はい。ですが、これでね。ever since。はい。これで、それ以来ずっとというわけですね。そしてもう一丁。今日。皆さんには率直に意見を述べる機会がありますということですね。はい、everyone has a chance。大丈夫ですか？機会があるよと言ってます。today 今日。はい、ですから率直に意見を述べるということですよね。まあためのということで、ね、不定詞になってますけれどもね。はい、ですから何か動詞原形で続くんでしょうか。はい、そして、その率直に意見を述べるなんていう意味でね。はい。speak out なんていう表現があるんだね。はい、ということで、I speak ね。Everyone has a chance to speak out today ということでした。まあ、教科書で出てきちゃってるよね。はい、まあ、例えば期末テスト等々でもね、まあ、こういったところが聞かれてくるのかもしれませんね。ということですね。はい、ということで、まあ、ちょこっとではありましたが、期末テスト対策ということでね、教科書の方はちょこっと見ましての、その後、まあ、長文読解という流れで本日進んだというところでございました。はい、ということで、本日こんなところでございます。では、また。